連盟、遥か昔より崩壊と戦う組織。その組織を支えるのは三つの一族。主教を司るアポカリプス一族、聖女を司るシャニアテ一族、騎士を司るカスラナ一族。天命組織を統御するアポカリプス一族は他の一族と違い、崩壊と戦える力を持っていなかった。崩壊に対抗できる力をその手に入れるため、1972年、天命組織の主教アポカリプス一族の課長オットー・アポカリプスは秘密の計画を始めた。 A1 と A2 型実験体には僕のカレンの DNA だけを組み込んだが、完成後5分で溶けて死んでしまった。今回の実験では融合型崩壊獣ビシルの細胞も組み込んだ。 A3 型実験体は肉体年齢が12歳になると肉体の成長が止まるが、培養層の外でも生きられるようになった。1972年3月28日、 A310 は A303 を殺さなかった。その強さと優しさは僕に僕のカレンが生まれ変わったと感じさせた。だが生まれ変わりなんてものは科学では説明できない。そう、A310 が僕のカレンと関係がある証拠がないのだ。でも A310 は特別だ。だから孫娘にすることに決めた。名前は、テレサと名付けた。1972年3月28日。不良品と思われた腎臓の少女は、その人間らしさから運よく生き延び、テレサという名前を手に入れた。1973年12月24日、バールバーティ作戦、 B 級バルキリーテレサは初めての戦いに参戦した。今日はテレサが初めて崩壊獣と戦う日だ。幸い敵は弱い戦車級崩壊獣だ。テレサが使う装備もちゃんと調べたし、好きなゴーヤジュースも補給しておいた。修道服もしっかり洗った。僕は最近テレサを甘やかしすぎてないか？1973年12月23日。第二次崩壊戦争でテレサは最愛の友セシリア・シャニアテを永遠に失った。テレサは恐れた。このままだとセシリアの娘、自分の姪っ子キアナ・カスラナモが天命の犠牲品になるのではないかと。セシリアの死がこんなにテレサを苦しめるとは、僕を恨むほどに。いや、これも必然か。カレンを助けようと平民どもを犠牲にした時も、カレンは怒って僕に平手打ちしたじゃないか。テレサには本当にカレンの魂が受け継がれているのかもしれない。いや、ありえない。どこにそんな根拠が。2009年5月1日。ジークフリートと実験体 K423 には逃げられたけど、キアナは回収できた。唯一気になるのは、ジークフリートが実験体 K423 を連れ出したことだ。ネゲントロピーと自称している奴らと関係してるのか？2009年5月1日。天命に残る以外テレサに選択肢はない。テレサは天命本部から最も遠い極東支部への転属を申請した。それと極東支部にバルキリーを育成する学園の建設も要請した。聖フレイヤ学園。そこでテレサは自分の命を大切にする、コマにも犠牲品にもならないバルキリーを育てる気だね。考えが甘いね。2009年6月21日。実験体 A310 は本当に奇跡だ。A 型から E 型までの260体の中で、
A310 だけは完璧な意識を持っている。それと A310 からはカレン・カスラナの影が感じられる。僕のカレンであると信じたい。でも怖い。もし A310 が僕のカレンではなかったら、僕も人類のトップに君臨する古今東西の科学者たちのように真理の扉の前に立っているのかもしれない。でも僕の理性が扉の向こうの真理が本物かどうかを疑えという。魂というのは今の科学では解明できない概念だ。でも僕は知っている。ゴッドのところに僕の欲しい答えがあるかもしれないことを。それにゴッドの使者、律者はすでに誕生した。前の文明の記録によれば、第六律者、死の律者には魂を置き換える力があるらしい。死の律者なら僕の欲しい答えを持っているはずだ。その答えで、僕は本物の僕のカレンと再会できる。僕の500年来の宿願が叶う。だから答えが出るまで僕はゴッドを守る。ネゲントロピーの奴らに僕の体型の邪魔をさせはしない。そして答えが分かったら、ゴッドを殺すさ。